始まりました。うなぎのお夜食事情、極彩色にかける歌舞伎ものうなぎさやかです。今日はですね、とても大切な日なのですが、この2人にも来てもらっています。ギャン、どうも。ギャン、ギャン、リンガーアナウンサーの富山千穂です。レフリーのバーブ佐々木です。はい、今日はね、2人にここに来てもらったんですけど、はい、実は今日はお二人にはレコーディングをしてもらいます。え？ね、すごい。え、レコーディング、どういうこと？レコーディングとはどういうこと？今日は、はい、今日はいつもの試合と歌を歌ってもらいたいと思います。いつもの試合と歌？試合と歌？はい、歌得意ですもんね。得意なんだ。違います。まあ、とりあえず行ったら分かると思うので行きましょう。雑すぎませんか。イエーイ。なんか残り何分とか入れてほしくて。ああ。でも残るのと、なんか逆になんかいつも何を喋ってるのかちゃんといつも何理解してなくて、入場自分が聞き取れるのが入場と勝った時と残り何分とかと。なんかそこをちょっと入れてほしいなって思ってて、なんかバーブさんもなんか椅子ダメだよみたいな、なんかそういうのとかを椅子ダメだよなんか、はい、いつも、いや、わかんないです。いつもなんて言って、なんか言い方わかんないんですけど相手によるっていうのね。椅子ダメだよなんかとか、これ相手誰の、うなぎなの、うなぎの試合やってんのか。はい、うなぎの試合やってる中のストーリー、はい、みたいな感じです。で、一応、PV はあの、みのるさんが来てください、今二人でなんかやってる、はい、じゃあ聞きましょうか、今の、ね、はい、極彩色の歌舞伎者うなぎさやか水産、今日もリングで大戦、天下無双の祭り、いざ参らん。いや、本当に村田さんが良すぎて聞いた時にもう村田さんだけでいいんじゃないかと。鳥肌めっちゃ、いや、こうしてください。うなぎとか言っちゃっていいの？うなぎなんとかするな、はい、みたいな、はい、うなぎいけんのか、みたいな、そんなんでいいの、はい、うん、じゃあ一旦ちょっとマイクのテストをしつつ、うん、あとはブーストをここのやり取りで詰めていきましょうか、はい、うん、お願いします。はい、まあ、言葉数えのきっとバブさんなんで、私が先に。もしもし、はい、聞こえますか。はい、はい、あ、どうした。あ、よいしょ。あ、もう一丁。めっちゃ仕事してくれてるいいめちゃくちゃテンション高い感じのウェイみたいな感じ感が出ればいいんですけど、もう手とか使ってこうウェイみたいな感じでやってもらった方、あ、そうそうそう、った方が乗るので全然、はい、もうそんな感じで。はい。あ、勝負。あ、どうした。あ、染めるな。めっちゃいいです。他の喋ってる。お気をつけくださいとかいいの。はい、お気をつけくださいとか。お下がりください。お下がりください。以外に逆に。お疲れ様です。バッチリです。もしもーし。はいはいはい。はい。緊張すんだろうな、山さん。今絶対してる。じゃあ、それは初めてのレコーディング、うん、初めてのレコーディングだ。ちょっとこれでしまって。あ、わかりました。あ、はい。はい、じゃあ、回しときますか。プロレスだと、はい、ウナギが初めてのパターン多いけど、うん、逆じゃない、逆。ウナギいけんのか。かわいい。リング戻って。いい感じ。いいじゃん。うなぎどこ行くんだ。どこ行くんだって、なんで逃げるんじゃない。もう時間ないよ。ああ、いう、もう時間ないよ。あれ、頭打ったねえ、ちょっとねえ、椅子を使うんじゃない。いいっすね。いいよ。ゴムパッチンも反則だよ。ちょっとさ、ふざけてるじゃん。それ以上やると怒るよ。ねえ、もうちょっと全然さ、ふざけてるじゃん。そんな言い方してる。でも顔がふざけてる顔してるよ。リング戻って。戻った。シェカン。
正解は。ダウン。数で返してる。なんかこんな高い声じゃないけどね。いや、緊張したのかも。あれ？あれはまたあれかな？ちょっと待って。なんちょっと待ってくださいよ。なんてなんて。なんつった？最後。今なんつった？あれ失禁かな？ダメです。ダメです。それは。ねえ。ダメ。お調子者の佐々木さんが出てますよ。でも実際言ったりするんですか試合中？ないですよ。ないです。隠す方。試合後ですね。試合後とか言ってるっけそんなこと。フォール、ワン、ツー。いいじゃん。いいじゃん。え、あと何？あと何？あとは。あとの面白お願いします。あとの面白？疲れが見えてるね。いやいいでしょ絶対。ねえ、それもさ、ただのセリフじゃん。絶対言わないじゃん。聞いたことないよ。疲れが見えてるね。いけるいける。あ、いけるいけるは言ってるかも。いけないいけない。絶対言わないでしょ。遊んでる。遊んでるでしょ。もうやめとく？コビが腹立つね。コビが腹立つなんか。いつもそんなんじゃない。ダメなら言ってね。ちょっと待って。どこに入れんねん。レディーゴー。あー、いい。おー、すごい。試合だ。試合だ。すごい。アドレナリン出る。マジ。想像も強くなれ。めっちゃいい感じです。大丈夫ですか？めっちゃいい感じです。素でやっていただけます。ありがとうございます。湿気は絶対使いたい。湿気絶対ダメですよ。全部使えるんですよ。そうですね。あれ全部。ダメダメダメ。使いどころがないません、逆にね。まだ僕、あれですよ。抑えた方ですよね。やばすぎでしょ、やめてください。全然使えるレベル。使ってもいいレベル。ああ、今の抑えた。湿気ぐらいしてるんでね、いつも。してないわ。はい。お疲れ様です。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。レコーディングいかがでしたか。どうでした。楽しかったです。すっごい大変でしたね僕は。確かに大変そうでしたね。リクエストがすごい多くて、うなぎ選手からの。もう無理難題の雨嵐で答えるのに必死でした。自分も出せてた感じはありました。いや全然もう。うなぎ選手の顔色すごい変わってビクビクでやらせていただきました。最低だな。もう何ことしかやってない。富山さんどうでした？私は逆に私こそいつもやってることしかほぼやってないです。はい、だから楽しかったですよ。はい、もう、はい、いい経験させていただきました。そうですね、喉から血の味するぐらい頑張ったんで、僕は全部使っていただきたいんですけど、ね、使われない場合もあるかもしれないです、はいはい、楽しみということで、楽しみということで、ありがとうございました。すごい良かったです。うなぎさんの声だけでこの上で視線みたいな感じで、はい、行こうと思ってるので、はい、全然歌うイメージがないんですけど。はい、でも一応もっとアイドルなんですよね。あ、そうだ、そうだ、はい、そうだね、全然レコーディングも経験者してます、はい。じゃあ、とりあえず A とかから行けば。はい、うん、ちなみに何年ぶりのレコーディングですか？何年だろう。前の入場曲は自分で歌ってたんで4年前とかかな多分。あ、でも割と最近ではありますね。いや、でもそっから結構喉しばかれてマジで声帯潰れてマジで出ない。本当に本当に。何しばきですか？誰しばき？エルボーとかがもう当たって喉とかに、それ結構本当にマジで潰れるんで出なくなるんで声が。あ、物理的に壊れるんですね。はい、もう結構死んでます普通に。じゃあ一回一番っていうか全部一回つるっとで、別にその歌ったり歌わなかったりしても全然大丈夫なんで、これ別に取らないんで、なんか練習でカラオケみたいな感じで、はい、
願いします。はい。泣いたって遅くない。じゃあ最初にちょっと A メロの1個目の A メロのあのエルボージャーマンと君に会えた素敵な一日だをお願いしたいんですけど、はい、一回ちょっと練習で素敵な一日だ。いい、全然いいですね。これ一気にしたの。2で返すから、うん、あ、もうふわりは完璧です。はい、2で返すから、いいじゃないですか。うん、めっちゃいいですね。じゃあ、うん、OK です。じゃあ、ま、大丈夫ですか、まだ喉って。はい、休まなくて大丈夫ですか。あ、どっちでも。熱い。熱い。天井が白子みたいです。天井白子。今でもプロレスの喉じゃないです、なんか。なんか体感。そのギャップがいいなって思いました。あ、本当ですか。なんかプロレスのなんかオラーみたいなのに歌ったら女の子って感じ。いつもの喉じゃないです今。なんかこっちはアイドル出てますね。あ、本当ですか。うん、だからなんか、え、恥ずかしい。ギャップがなんかいいかもしれないですね。君の代わりに戦うよっていう気持ちをちょっと脳裏にもうちょっとプラスして歌ってもらってもいいですか。はい、叩かれてもバカになれよっていうのをなんか自分が体現しつつ相手に伝えるみたいなのが大事だと思うんですよね。はい、なんでちょっとそれが出るといいなって思ってます。なんでもういいやつがあるんで、はい、最後にちょっとそれだけ、はい、はい、取りたいです。はい、ギャンギャンギャンてーっていう、俺立ってー、ああ、やればいい、やればいい、あ、そうそうそう、そういう感じです。なんででも一緒にやってくれるやつできないかもしれない。最悪もしこれでできなかったら僕もそっちでやります。はい、はい、俺立って、なんだ、たぶんどうしよう、もうそんなの急にできなくなっちゃう。叫ぶ、叫ぶ、想像も水浴になれー。そう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 、いいじゃないですか。で、やればいい、イエス、そうです、やればいい。お、いい、いや、でもいいっすよ。歌ってない、歌ってない、今の歌ってない。やばい、歌じゃないとこができないっていう、まさかの。そうっすね、そこが一番難しかった。いや、めっちゃ難しかった。で、聞きたい、これみんなが、まあ、聞いてみましょう。ありがとうございました。じゃあ、あれですね、とりあえずセリフをどこにどう入れるかっていうのを、そうだ、エラー、何があったっけ、なんかリクエストっていうのをちょっと聞いてください。お気をつけください、お下がりください、イントロに、エルボージャーマンお下がりくださいとかぐらいの感じでいけないですかね。エルボージャーマンボロマッチさ、いい気がします。はい、試合してる感がある。あれ、頭打った。やばいな、バーブやばいな。支配されてますね。持ってかれますね、このまま。いや、ずるいよ。こんなの持ってかれるな、村田さんって。本当に私が思うに日本で一番の実況の人で、声がまずいいし、なんか実況の声って試合してると基本的には聞こえない声なんですけど、うん、ビッグマッチだと近いから聞こえるんですよ。で、村田さんがめっちゃ褒めてくれてると死んでるけど嬉しいから頑張れるみたいなのとかもあって。お気をつけてください。あー、いい、どこだと、めっちゃいいこの曲、どうしよう。めっちゃプロレスの曲になっちゃった。現状でこれだと多分ちゃんとしたかったらめちゃくちゃいい曲になりますよね。ミックス終わったらね、相当変わりますよ。じゃあご本人はもう、はい、うん、ありがとうございます。そうですね、さすがに明日試合だから。でもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。結構いい出来なんです。いや、ちょっとなんか、いや、なんか
え、こんなになると思ってなかったですよね。最初はなんか本当にもっと軽いノリの感じにする予定だったんですけど、なんかもう本当に自分が思ってることとかを詰め込んだら、やっぱちょっとなるべく本物に近づけたいなみたいな気持ちになってきて、だからめっちゃラッキーですよね。いや、めっちゃラッキー。だってこんなにみんなスケジュール空いてることある？いや、みんなめっちゃ忙しい人ですからね。めっちゃ忙しい人なのにこんなにバチッとレコーディングの日に空いてて、臨場感もすごかった。いや、本当にアドレナリン出る。マジで出る。本当にちょっといい汗といい心拍数になって私はレコーディングに挑めたので、ちょっとちょっとやばいかもしれない。これはやばいですね。ちょっと歴史を変えましたね、これは。ですね。はい、はい、いや、じゃあ明日も試合ということで。はい、明日も試合なので帰ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。キャン